ウェイト版タロットの太陽マルセイユ版タロットの太陽太陽はタロットのダイアルカナに属するカードの1枚。別名、2つの太陽のカード。カード番号は19。前のカードは18月、次のカードは20審判。アーサー・エドワード・ウェイトのタロット使いにおける解説では物質的な幸福、幸運な結婚、満足を意味するとされる。ヘブライ文字は霊主。 ただし、複数の異説がある。黄金の夜明け団の説では、ほどといえ外のセフィラを結合する郷に関連付けられている。以下のような小説がある。オズワルドビルとは、太陽の下で共に幸福な時を過ごしている男女は、双子座とディオスクーロイを意味するジェミニに相当すると述べている。象徴的に太陽は、朝を告げ、光を与え、活力の源であり、陽であり。 プラスである。しかし、太陽の熱は時として、水を枯れさせ、大地を荒らし、あらゆる生命を脅かす脅威ともなる。こういった両面は、古来より男性を比として表してきたことを納得させる部分と言える。また、太陽を神として崇める風習も、エジプトやアシテカ、日本など世界各地で多く見られる。マルセイユ版では、人の顔を持つ、 太陽と降り注ぐスータの雫の他に、互いに青い腰布を巻いた二人の子供、後方に見えるレンガ作りの壁、子供の足元に置かれた二つの石が確認できる。この太陽は対立する性質の融合を表している。太陽から伸びる太い十六本の光線は、鋭角的に尖ったものと乳和的にくねくねしたものとが交互に描き表されているが、これは太陽が 肯定的エネルギーと否定的エネルギーの両方を合わせ持っていることを表しており、あらゆる対立する力の究極的な結合によるエネルギーを持つと解釈される。さらに、太陽の顔は正面を向いている。これは、太陽の影響力が広大であり、また向上的に行われていることを表す。すなわち、太陽は地球をはじめ太陽系諸惑星の中心であり、たとえ、 夜であっても、その活動が止まることはなく、人間の内外におけるリズム、果ては宇宙のリズムに欠かすことのできない偉大な存在であることを暗示している。この太陽だけを見ると、まさに完成された究極存在であり、一連の大アルカナの最後に位置すべきカードのようにも思える。しかし、太陽は19番で、 あとに2枚も控えている。19番たるゆえんは2人の人間が描かれることによって表されている。この2人は子供である。しかしそれ以外に身体的特徴は描かれていない。ただ一つ明らかな点は2人が非常によく似ていることで、これは双子の象徴である。この点を踏まえるなら、象徴的に腰部分を隠すことを互いに異性同士であると強調していると、 解釈できる。双子の象徴は太陽以前のカードにもた々登場した象徴であるものの確立された個別の人間として現実的に描かれるのは初めてである。さらに対存在が直接的に干渉し合う描かれ方も初めてである。これは太陽にいたり相反する二つの性質が初めて別個として区別されあらゆる対立物、すなわち男と 女、霊と肉、心と体などが、直接的、人間的な方法で関わることができるようになった、ことを暗示している。加えて、後方の壁は、二人の子供の立つ場所が、あらゆる外的要因から隔絶された極めて安全な、領域であると保証し、この段階における、対立物同士の接触が何者にも邪魔されることなく、太陽の仲介のもとに行われていることを、 表している。さらに足元の石は黄金色であり、賢者の石を連想させる。つまり破壊することのできない本質を表すと解釈され、この太陽における接触が極めて重要な本質的変革の第一歩であることを暗示し、この後に控える最終段階への第一歩であることを暗示している。故に、ガツによって蓄えられた雫は大地へ放出され、 再び大地を活性化させる。ウェイト版では、命の連鎖を司る太陽の下で、日の光を浴びながら、裸の子供が白馬にまたがり大手を広げている様子が描かれている。この裸の子供は、ウイしさ、天真爛漫さ、無邪気さを表し、無防備に振る舞い、明けっぴろげで何も包み隠すこともなくありのままの、心を見せていることを示す。背景には、 堀とひまわりが描かれており、この子供がいる場所が庭や家の敷地内、つまり庭園であることが伺える。人の管理が行き届いた安全な庭園で、周囲に花咲くひまわりに取り囲まれながら、よく飼いならされた馬から振り落とされず、両手話でギャロップする子供の図柄が描かれていると解釈できる。ひまわりも英語名を直訳すれば太陽の花と呼ばれるため、 そのエネルギーを象徴するものとしてこのアルカナの図像を一層、強調する役割を果たしている。背景に四つ、子供の頭に乗せている花冠には六つのひまわりが見られ、合計した十は、運命の輪で触れた、完成、完全性を象徴する円を表す数字であるため、ここに美しき完成の含みを解釈することができると言われている。子供が乗っている馬は、生きるための炎。 生命力の象徴であり、同じ馬が描かれている死神と異なり、人と飼いならされた本能が完全なる一体化を遂げた絵柄がこの太陽とされる。生と死の切っても切れない関係性が伺える札となっている。日本の唐島義雄はお羊座とするがこれはメアリー公園の説でもある。黄金の夜明け団は太陽説、クルトザーンの説、かつてバルカンとアポロンという彗星より、 内側の軌道をめぐる二つの惑星があるとの説があった。現在ではどちらも存在しないとされるが、神秘主義的な立場では霊的な存在として、先生術に取り入れられる。ここで言うアポロンとはその惑星のことで、ギリシアローマ神話の神そのものでもなく金星子の、別名でもなく、小惑星、アポロのことでもない。オズバルド・ビルト、タロット・オブ・ザ・マジシャンズ・バイ。 オズワルドビルト、インターネットアーカイブ、2020年4月19日閲覧、ありがとうございます。